女はあなたをずっと眷属と呼んできたけれど、本当は私ずっとあなたのことを。お嬢様、それ以上言う必要はありません。このオズバルド・ラフナビネスは永遠にあなた様と共におります。はっ、それでこそこの公女が認めたヨガラスの王にふさわしい振る舞いね。身に余るお言葉です。急がなくてもいいのよ。ってことがあってね、二人ともどう？私の王国に遊びに来ない？ねえ、最近また彼女とテーブルトークシアターをやったの？いや、ナビアとは久しぶりに会った。もう、本当だって言ってるでしょ？あんたたちも自分の目で見ればわかるから。国王ね。なんでかわからないけど、君なら不思議と適任だと思えるわ。褒めてくれてありがとう。国王陛下と同行するなら、私たちにもそれ相応の肩書きが必要よね。そうね、私は宮廷御用達の下手屋がいいかしら。では私は国王陛下の護衛といったところか。それも確かに悪くないけど、私の王国にそんなルールはないの。そうだ、その前に一緒にオルゴールを買いに行かない？それはまたどうして？今回の冒険でなんだかオルゴールが好きになってね。ほら、想像してみて。夜、私が寝ている間に突然オルゴールの中の小人が一人でに動き出すところ、とっても不思議じゃない？国王陛下、あなたの童話の王国ではそれが普通なのかもしれないが、もし現実でそんなことが起きたらすぐに教えてくれ。ファントムハンターというより一般人の目から見ても。それはお化けね。面倒だな。キョレインのみんながしばらくあなたに会っていないと言っていたわよ。ずっと同じ場所にいて退屈だったから散歩をしてたんだ。まさかそれもダメだと？学校じゃあるまいし。それとも監獄なのかな？ダメとは言っていないわ。ただ機嫌が良さそうに見えたから気になっただけよ。し、カサッチ、この人は？
黙ってろ、声を出すな。新しいお友達ができたのかしら。僕の頭を覗くなと言ったはずだ。覗いていないわよ、全部顔に書いてあるもの。さすが妖精殿が踊る場所だけあって、実に目を引く蓮の葉の舞台ですね。目を見張る光景ですな。しかし妖精殿、あちらの犬がずっと私たちを見つめているようなのですが。あの子はスバンだよ。おとなしい子で噛んだりしないから安心して。あら、こちらのカエルさんと太っちょネズミさんは食べちゃダメだからね。食べちゃダメ。本当に利口でいい犬ですな。シェンブル、出発前に言ったであろう、外の世界もそんなに危険ではないと。うん、その通りだね。でも長老、どうして僕の後ろに隠れてるんだ？不思議だよね、シムランカの服がテイワットでも着られるなんて。この服、質感がすごく好きなんだ。ただ荷物を運ぶときは不便だけど。だってフォンテーヌの警察隊もリーユへの戦艦軍も、こんな格好をした人が小包を抱えて走ってるのを見たら絶対呼び止めて職務質問するだろうから。仕事中はやっぱりいつもの服が一番だね。本当に楽しかったよ。魔法の世界はどこもかしこも珍しいものだらけで、景色もいいし、みんな優しくって。そうそう私あの後祝福の森に行ってみたんだ。アーモンド長老が森のみんなに私を紹介してくれてね。この子はむやみに物を引っかいたりしないって言ってくれたの。だから森にいる間はおとなしく爪を引っ込めて一度も出したりしなかったよ。こんな素敵な冒険を経験したおかげで、逆に私がおばあちゃんに物語を話してあげられるかもって思ったよ。シムランカが平和になって、住民の多くが外に出てみたいって言ってるんだよね。でもみんな
外で安全に過ごせるかがちょっと心配みたい。だから私が案内係になるつもりなんだ。みんなを宅配箱に入れてテイワットのいろんなところへ連れて行ってあげようと思うの。新しいものを見に行きたい気持ちは私もよくわかるからね。うん、君たちとの冒険はいつも本当にワクワクさせられるよ。